はい、こんにちは。医師で瞑想トレーナーの上田正史です。今日からですね、ノートに書いている記事を、動画の方でも解説していこうということで、やっていきたいと思います。第1回目はですね、瞑想 Q&A の、瞑想中寝てしまいますという悩みについてお答えしていきたいと思います。概要欄に該当のノートの記事も貼ってますので、詳しく読んでみたい方はそちらからお願いします。では早速今日の質問なんですけども、瞑想を自分で毎日10分ほどやっているのですが、途中で寝てしまいます。瞑想中寝てしまっても良いのでしょうか。自分としては、途中で眠ってしまったということは体がそれを欲していたということだからいいのかなとも思っています。どのように考えれば良いのか教えてください、という質問ですね。これに関してはですね、よく聞かれるんですけれども、僕が簡単にまとめた答えとしては読み上げますと、瞑想の目的から考えると瞑想中は寝ない方が望ましいです。ただし寝てしまっても自分を責めるのではなく、次回から寝ないような工夫をしながら淡々と続けましょう、っていうことになってます。このあたり詳しく説明していきたいんですけども、じゃあ瞑想中寝てもいいのかどうかっていうことを考えるときに、まず一番大切なのは瞑想の目的ですよね。で、瞑想の主な目的って、もう今この瞬間に気づく、注意のコントロール力を鍛えるって言っていいと思うんですよね。自分が注意が何に向いているのかっていうのを把握して、向けたい対象に向けていく、そういう練習を繰り返していくわけなんですけれども、例えば人間っていろんな作業をしていたとしても、目の前の作業があるのに過去のこととか未来のこととかにすぐ注意がそれてしまうっていう性質があるんですよね。で、それに気づいた時に、未来のことを例えば考えていたら今に戻る、過去のことを考えていたら今やっている作業に戻るっていうのを繰り返すことで、だんだんとこう注意のコントロールする力、今自分が注意を向けたいものに向けるっていう力が養われていくっていうことなんですよね。そういった注意のコントロール力を養うことを目的としているので、やっぱり今自分が何に注意が向いているのかっていうことについて、把握できていないといけないということになるんですよね。ということは、寝てしまうとですね、その意識がどこに向いているのかっていうのを把握するどころではないですので、結果として寝てしまうことは瞑想の目的に合いませんということになります。でですね、そういうふうに注意コントロール力を鍛えて、どういう効能が予想されるのかっていうことについては、詳しくは記事の方にも書いてますので、見ていただけたらと思います。でですね、結局、そうですね、この質問にもあった通り、途中で眠ってしまったということは、体がそれを欲していたということだからいいのかなとも思っています。っていうふうにおっしゃる方もいらっしゃるんですけど、体が寝ることを欲しているなら、もうそれは寝ればいいんですよね。簡単な話なので、その瞑想をしながら寝る必要っていうのは全くないということなんですね。じゃあですね、そうは言ってもやっぱ瞑想中眠くなりますと、で寝ないためにはどうすればいいんですかっていうことなんですけど、順番にですね、何個かポイントがありますのでお伝えすると、一つ目は睡眠時間を確保するっていうのが一番大切ですね。睡眠不足の状態で瞑想を行うくらいなら、もうその時間で寝た方がいいんじゃないかとさえ思います。で、皆さんお忙しいと思いますけども、睡眠の時間を確保した上で、瞑想の時間もやりくりしてもらえればなと思います。はい。で、2つ目の寝ないためのポイントはですね、眠くなりにくい時間帯に行うってことですね。これは人によって異なると思うんですけれども、例えば、朝起きたすぐ後だったり、あるいは時間が取れる方は、お仕事のお昼休みで、昼食を食べる前とかですね、眠くなりにくい時間帯を探ってみてください。で、あとはですね、これは流派にもよると思うんですけども、私がお伝えしている、方法では、途中で眠くなってしまった時には、もう閉じている目を開けてしまう、そして、
まあ、あのリセットできたって感じたら呼吸に、例えば呼吸瞑想だったら呼吸に戻るとかですね、瞑想に戻っていくっていう方法もあります。まあ、ただこれはそもそも目を閉じてやるのか、まあ、半眼って言って半目でやるのかっていう流派もあったりしますし、あとはその途中で目を開けて開けることをまあ良しとするかどうかっていうのも、歯によって異なると思うので、まあ、それは、各自もし、直接習われているのであればその流派に従っていただけたらなと思います。はい、でこれ補足なんですけれども、瞑想を、まあリラックスしてこう寝やすくするために使うのはどうなんだろうっていう、疑問が湧いてくるんですけど、まあ、そのベッドに入って、瞑想しているといつの間にかこう寝てるんですよっていう方もいらっしゃるんですよね。でそれがこうどうなの、それはいいのかどうかっていうことなんですけど、まあそれはまあ確かに瞑想なのかもしれないんですけども、まあ、本来の用途とは異なりますよっていう答えになるかと思います。どういうことかというと、本来まあ注意力をトレーニングする、今ここに留まるっていう練習をするためにあるものなので、まあ、瞑想をこう冬眠に使うっていう、眠りやすくするために使うっていうのはちょっと本来の目的とは離れてるかなとは思います。なので例えばこう、例えっていうならまあ鍵を使うとネジが締められますみたいな感じですね。ドライバーがあるならドライバーで閉めるに越したことはないんですよね。ただ鍵っていうのは本当はまあその開けたり鍵をかけたり閉めたりするためのものですよね。なので、それを鍵をまあネジを開けるネジをこう閉めるのに使うっていうことを別に非難する筋合いはないんですけれども、結局それは本来の目的とは違いますよと、まあ、それドライバーがあるならドライバーで締めましょうよっていう話になるので、例えば他のいろんなリラックス法とか睡眠をこう良くする方法を試してみた見て、まあ、その別にこう瞑想をしながら寝るのがいいんですっていうことであれば別にそれはいいとは思いますっていう感じですかね。はい、で瞑想っていうのはその少なくとも毎回リラックスできるとは限らないものなんですよね。むしろやることによって、人によったりあるいはシチュエーション体調によってはこうイライラ感が強くなったりするっていうこともあると思うので、まあ、あくまで、まあ、それがこうリラックスできて眠りやすいですっていうことであれば、まあ、それは本来の目的とは違うけど問題ないかなっていう話になります。はい、って感じで今日の第1弾早速やってみたんですけども、いかがだったでしょうか。ちょっとねまだ慣れないところがあるんですけれども、ちょっとずつ、改善しながら慣れていきたいと思います。では今日はこんなところで終わります。概要欄にですねノートのリンクを貼っていますので、そちらからご覧ください。もしこの動画が役に立ったと思ったらいいねやあるいはチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは瞑想に関する有益な情報とあるいは、毎朝ですね6時から6時20分まで、YouTube ライブで瞑想会をしていますので、ご参加いただけたら嬉しいです。はい、では今日はこれで終わります。ありがとうございました。